クソガキ、うるせえブリキのカカシ。そうだブリキ、町から出てけ。こんやろ、今日という今日は我慢ならん。出るとこ出てや。未成年が犯罪の免罪符だと思うなよ。ブリキのくせに生意気ってんじゃねえよ。住民票取ってから言えよな。キャー、最近のガキは妙な知識ばかり持って。だいたいわしはブリキじゃない。世界で唯一のバイオ合金とハイパーエコのヘアドレスエンジンを搭載した。お前がここにいると町の美観を損ねるんだってよ。父ちゃんが言ってたぞ。動く粗大ゴミだってな。そうだ粗大ゴミ。ゴミじゃない、わしは誇りある。話ぐらい最後まで聞け。お前の話なんて聞かなくていいんだよ。俺は父ちゃんの後を継いで議員ってやつになんだかんな、偉い人間になんだ。偉いやつはブリキなんかと会話なんてしないんだよ。そうか、じゃあ立派な議員になれ。もうそのためには弱い者いじめなんてしちゃダメだ。ダメダメ。俺が議員になったらゴミ箱ぐらいにはしてやんぜ。ゴミ箱負け。今度来たらケツから廃屋突っ込んでユートピアって叫ばせてやるからな。ったくクソガキどもが。バカな奴らだ。何か大事そうなものを落としていったぞ。所詮ダメムク、ダメかダメ人間の猿よ。偉大なわしのハイパー注意力の前ではクズ同然の存在。シャー！見つけたぞ。まさかこんなところにいたとはな。ふん、どこだろうが一緒だ、わしにとってはな。で、なんだ貴様は。君に頼みたいことがある。仕事の依頼か。じゃあそこから選べ。スーパーハイエレクトロヨロズヤ A コース、空き缶回収、 B コース、犬の散歩、C コース。言っておくが、わしはプロだからな。安い仕事は引き受けんぞ。頼みたいことはここに書かれてはいない。だが引き受けてくれればいいねを払おう。ではオプションコースになるな。さては貴様、大富豪か。うん、だがな、わしは金なんかいらんぞ。どうせわしに物を売るやつはいないからな。現物支給で頼む。現物支給？食料とか？アホか貴様は！わしはロボだぞ。油とかバネとかネジとかそういうのだろうが。ああ、だが洗剤と柔軟剤は忘れるな。身だしなみは大事だからな。かつて終戦管理局が巨額を投じて作り上げた技術の結晶。その君がこのように身をやつしているとはな。そういえばまだ名前を聞いていなかったな。みかん畑、5ヘクタールは保証しろ。なぜそんなものを。おい笑うなよ。みかん畑はわしの夢だ。友達と約束した。夢は抱く者の未来だ。未来とは明日だ。明日は日常的に落とせる。つまり夢を笑うということはそいつ自身を笑うことと同義だから。
な。そんなつもりはなかったのだが。しかしよかった。君にも友人がいるのだな。いた。自分の運命を恨んでいるか。ああそうだな。運命じゃないが、町の連中は全員に往復ミサイルかますぐらい恨んでいる。子供にまでバカにされて情けない。すまない。何？我々の責任だ。君を暗闇の世界に産み落としてしまった。それは違う。生まれてからずっと暗闇しか知らない奴なら寂しいなどと思うか？いずれにしろ貴様が気にすることじゃない。それよりこの作戦の方が心配だ。貴様の考えは物騒すぎる。勝ち目が見えたらそれ以上無茶するなよ。それは敵の出方次第だな。今更君なんかが来たところで何ができる？どうかな。誰だ？どうして僕の声が聞こえる？知るか。貴様が勝手にわしの頭の中で喋ってるんだ。まあ、周波数が合うってやつ。行くぞ。どうなっている？僕が気配に気づかないなんて。なるほどね。ブレイクだ。考えたね。まさかこんなおもちゃまで持ってくるとは。確かにこれならば僕の思考を読む力は半分しか機能しない。だけどね、作戦が浅すぎないか。僕としてはその機械人形さえ先に壊してしまえばいい話だ。これではまるでただ死にに来たようなものだね。こいつわしらが死にに来たと言ってるぞ。君がいなければそうなっていただろう。我々のチャンスは一度しかなかった。先ほど君は死にに来たのかと言ったらしいが、私は死にに来たのだ。何ら問題はない。僕が負けるというのか。こんなにたわいもなく、こんなに安っぽい夢のために。おい、その夢を気安く笑うな。何？さっさと負けを認めろ。今なら許してくれるかもしれないぞ。認めろだと？納得できると思うのか。君たちの思いつきのような夢のためにこの僕がなぜ諦めなければならない。意地を張っている状況じゃないだろう。自らの命を懸ければなんて、結果より手段を優先する者の詭弁だ。それを切り札のように得意満面に振りかざすのか。僕は人の命もかける。当然平然ではない。無論正論ではない。この僕の非常の覚悟、たかだか君一人の命と引き換えに諦めろというのか。貴様本当は優しいんだな。だがお前たちなんでこんなところに。夢を笑うなと言ったな。では僕と同じステージに立ってもらおうか。どちらの夢が、どちらの思いが強いのか、はっきりさせようじゃないか。
おい、ヴェノム、その辺にしとけ。二人とも本当に死ぬぞ。しかし、これではまだ足りない。いいんだよ、それで。わしの合図を待て。わ、ブリキ？ブリキじゃない。ケツから廃屋突っ込むぞ。何をしている？僕は知っているぞ。君はここの住民に迫害を受けてきたはずだ。なぜ彼らをかばう？わからん。わしは貴様より高性能だから、考える前にやるべきことがわかるんだろう。貴様がかわいそうな奴だってこともな。なんだと？そりゃ町の連中には腹を立てているよ。だがな、結局わしは社会がなければ満足に油もさせない。この服も柔軟剤も洗剤もどっかの誰かが作ったもんだ。まあだからわしもどっかの誰かの役に立つことをしてきた。それで社会の一員だってことで納得している。しかし貴様はよほどケツの穴が小さい社会に生まれたんだろうな。まるで余裕がない、隙もない。何がしたいのかはいまいちわからんが、夢の叶え方を間違ってるよ。へえ。貴様、本当は世界なんてどうでもいいんだろう。何をしている？もう下がっていい。一つ教えとかにはならん。なぜ君まで命を懸ける？貴様らがバカだからだ。このままじゃここにいるみんなが死ぬ。わしは高性能だから消える命は一つで十分だということがわかる。覚えておけ。人の夢を笑っちゃいかん。わしなりの哲学だ。それだけ守ってればご大層な思想なんていらないんだ。喧嘩しようが何しようが人はつながれる。だから一遍反省してこい。客が来ないな。当たり前だ。こんな人目につかないところで。人目につくわけにはいかない。貴様、それでどうやって商売するつもりだ？そもそもわしの体はどこへ行った？どうしてこうなった？ったく、しっかり稼げよ。この体を作り直してもらわなければならんのだからな。それは分かっている。本当か？どうも命の恩人に対する感謝が足りん。恩人？いいか、
この際はっきりさせておく。君がいなければベッドマンは打倒できなかった。そのことには感謝している。だからこそこうして生き恥をさらしてまで君にその借りを返すことを決意しているのだ。しかし私の望みはあの場で死ぬことだったのだ。命を救われたことに関しては恨みこそ抱いている。借りじゃない、わしが言っているのは恩だ。どうも貴様はその辺が疎い。人間のくせにロボットのわしよりよほど機械じみている。命の話はそんなに軽々しく扱うもんじゃない。確かに筋違いなことを言った。だが私は存在してはいけないんだ。もしこのことが公になれば多くの者が未来を失う。そうだな。私を始末しに来たのならもう少し待ってほしい。会話になっていないぞ靴磨き。何を待ってほしいんだ。金を稼ぐんだよ。目標金額に達するまでこいつに死なれちゃ困る。面白い友人がいるんだな。私のせいで負傷させてしまった。なるほど。それで彼に体をプレゼントしたいのか。それは大変だ。あと何足磨くつもりだ。焦る人生でもない。そして鋼鉄の君には悪いが少しの間黙っててくれないか。こら貴様、これを外せ。いや、貴様、こんなものでわしを閉じ込めたつもりになるなよ。ん？これは、こいつら一体何だ？何？おお、初収入か。いや、これは店の経営権だ。商店街のだぞ。どういうことだ。ちょっと
父様。よかったな。私は喜んでいいのか。いいんだよ。奴らが引き出したのは貴様の決意だ。そしてそれを本当に知りたかったのは貴様自身じゃないのか。貴様の上司はそういう貴様の性格を見越してわざわざ今の連中に命を懸けさせたんだ。命を懸けるとはどういう意味だ。そういえば君は珍しく会話に割り込まなかったな。なぜだ。何か知っていたのか。ええ、それな。袋の中からあいつらを投資してたんだよ。奴ら会話中、心臓がマシンガンみたいな音出してバクバク言ってた。あんな冷静な演技をしていたが、ずっと怖がってたんだ。いつ貴様が切れて、自分たちを殺すんじゃないかってな。いい仲間じゃないか。わしにも紹介しろ。ならば店の名前を一緒に考えてくれないか。それじゃベノムさん、朝一で取りに来るからね。チョコマフィンちゃんと5個取っておいてよ。はい。あ、朝は安売りしてませんから気をつけてくださいね。だからちゃんと変装のノウハウを教えてやっただろう。効果てきめんだったな。全然バレないもんな、お前の正体。ああ。前髪を上げただけなのだがな。